サンドフィルターのタイマーの設定の件でお問い合わせいただいております。ご心配をおかけして申し訳ございません。時間の変更をやってみます。まず電源で今6時間になっているんですけど、この今ロックがかかっている状態なので、このロックを解除するためにロックボタンを押します。で、離すと点滅している状態でロックが解除されているので、ここでこう時間がずらせる。1時間だったら決定、ロックをするとまた点滅が止まるという流れです。説明書にはロックボタンを押してピーッと鳴るまで押すとロックが解除されって書いてあるんですけど、それはそんな感じがしないので、もう一回やってみますね。電源入れてロックボタンを押してもう離せば、もう点滅してるのでロックが解除されて3時間にしてロックする。このような形で設定のお時間が変更できないでしょうか。お手数ですがお試しいただければと思います。よろしくお願いします。